町の手品師は、1925年に村田実が監督し、日活京都撮影所第2部が制作、日活が配給して公開された日本の長編劇映画、サイレント映画である。初めてヨーロッパで上映された日本映画の一つである。1923年9月1日に起きた関東大震災以降、日活の現代劇を制作していた京都の日活大将軍撮影所第2部が前年の1924年に衣笠貞之助の監督作2作の脚本を書いた森岩尾のオリジナル脚本を採用、村田実が監督して制作した作品である。1925年2月13日、当時の日活のフラッグシップ館であった浅草公園6区の三遊館で公開された。上映用プリントフィルムに音声トラックのないサイレント映画であるのにもかかわらず、作曲として松平信弘がクレジットされているのは、前年4月、同館の専属作曲部長に松平信弘が就任しており、作品向けのスコアを書き、演奏していたからである。朝日新聞最優秀映画は、朝日新聞が従来外国映画にのみ授与していた映画のタイトルであったが、大正14年度最優秀映画を本作が獲得し、同タイトル史上初の日本映画の受賞となった。同年7月10日、村田は森と共に本作の上映用プリントを携えて洋行、パリ、ベルリンでの上映の機会を得た。ベルリンでは日本人会で試写会上映したがドイツでは改訂がつかなかった。当時本作を見た石巻義雄は14年を通じて日本映画の大なる獲物、従来の日本映画に比して新しい村田氏の力作であり、努力の結晶と評価している。脚本に関しては当時からモルナール・フェレンツの戯曲、リリオムとの類似を指摘されている。ポスター等にも徳永フランクが助監督を務めることが対処されており、俳優時代の渡辺邦夫、京弘子職が出演していた。2012年7月現在、東京国立近代美術館、フィルムセンターは、本作の上映用プリント等を所蔵しておらず、現存の確認がされていないフィルムである。ベルリンの試写会の後、1926年に、朝日新聞特派員の岡上森道が、売り込みのため、オランダにフィルムを持ち込んだのを最後に所在が不明になったという。手品師のジョージは、品料理屋の女給のお絹に恋をしている。お絹は山中に恋をしていたが、山中が霊場の節子と結婚するという話を耳にした。ジョージは、死のうとするお絹を救い、山中を責め立て、殺してしまう。挙句の果てには、自らも重傷を負って死ぬ。やがて、お絹は幼い子供を抱えた女で瀕死になる。ありがとうございます。